M11-39 は第二次世界大戦期のイタリア初の中戦車である。本社のベースとなったカルロアルマートハットン系戦車は1935年に試作された。車体右側に M30-40 後リ 37mm 砲を、車体上部に M38-8mm 重機関重2丁を装備した旋回重刀を装備し、 それまでのガソリンエンジンから、被弾時の発火に強く燃費も良いディーゼルエンジンが採用されるなど進んだ面もある。しかし、スペイン内戦で国民党を支援するために参加したイタリア陸軍に配備されていた8トン系戦車の試作車の戦訓から、スケールを拡大して11トンクラスの抽選車へと発展した。これが M11-39 で1939年に、 正式化され、1939年から1940年に100両が生産された。手法である M30-37mm 砲は砲塔に乗せることができず、発ン軽戦車と同じく車体右側に搭載され、重砲には M38-8mm 連装機銃が据え付けられている。その手法の搭載方法は自走砲同様のものであり、社会が限られていた。 そのため、敵が外界から外れると車体ごと向きを変えて、それから照準をし直さなければならず、接近戦では非常に不利である。1940年にはリビアでの戦闘をはじめに、実戦投入されたが、貧弱な走行のため多くの車両は戦闘で失われ、1941年初頭には、ほぼ全車が退役した。 数量が北アフリカ戦線のオーストラリア国防軍に露飼、使用され、イタリア軍への反抗作戦へ投入された。ありがとうございます。